はい。皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は、ものンス系 YouTuber 界隈だとか、名前出すと青汁さん界隈だとか、広ロさん界隈だとか、いろいろとごちゃごちゃになっている件について、自分なりの意見を述べさせていただきたいと思います。誰が彼がだとか、どっち派だという競技的な考え方ではなくって、講義的な解釈としてものすごく感じたことなんですが、 この情報社会並びに情報戦線の中で生き残るのはなかなか難しいと思うんですね。生き残るっていうのは簡単に言えば被弾しないように生きるっていうのはなかなか難しいと思うんですよ。直接的な原因とすればどうしても人って不完全な生き物ですから面ぶれしやすい、メンタルがぶれやすくなる部分もあるわけです。YouTube などで情報発信していると どうしても自分の感情的なものっていうのが前の方に前のリで出てきてしまって結果的に 意見がブレてしまう。視聴者の方っていうのは、あの動画とこの動画で言ってること違うじゃないか。だとか、あのツイッターの発言とこの動画の内容が違うじゃないか。みたいな形で、一瞬で過去と今、あの時とこの時の情報を見比べることができますから、突っ込もうと思えば、荒を探そうと思えば、いとも簡単にできてしまうんですね。一億総監視社会。 と言っても過言ではないと思うんですが、みんながみんなを監視し合って、ジャーナリストではなくてもジャーナリストを自称し、様々な問題にそれなりに突っ込んでいくことができてしまうんです。結果的に、単純にインフルエンサーだとか有名人の人と交流がある人っていうのは、そのやりとり自体が暴露ネタになったりして、ガーシーさんじゃないですけれども、LINE ののスクショ一つつっっててもたただ個人間でななんとなく会話した内容いいうのがさら されるかわからない リベンジポルノではないものの、中はリベンジ的な形で自分たちのやりとりが、ただの LINE の個人間のやりとりが、いつどんな形でめくられるのかっていうのを戦々恐々している状況にあると思います。例えば私、アンベジさん、ココさん直接お会いしたことがある方なんですが、今結構叩かれている状況にありますよね。でもよくよく考えてみると、もともとはミネシマさんもミルネーさんも、 ココさんも、ニャンコ先生ナノさんも、青白王子さんも、みんな一緒の方向を一時的には向いていたような時代もあったわけですよ。さらに、一番最近のことだと、ミル姉さんという方、もともとマコナリ社長のテックキャンプの批判をされていた方が、ツイッターをやられていたんですが、 自責の念によるある種心身耕弱のような状況になってしまって、ツイッターのアカウントを削除されましたね。こういった点も勘案すると、誰が悪い、彼が悪いっていう話を抜きにして、 健康的に精神衛生を保ちつつ、ネットビジネス界だったり、情報発信業界だったり、モノモス系業界で生き続けるっていうのは、正直なかなか難しいことなんじゃないかなと思います。じゃあどうすればいいかという解決策を私なりにお話しするのが今回のメイントピックなんですが、結論から言うと、ノイズと私は呼んでいる、自分にとって不利益な 不都合なではないですよ。不利益な情報を削減させ、情報社会であるがゆえに、情報からうまく身を引くっていうことが非常に重要になってきます。ただこれは自分の批判だから自分にとって不都合だっていう考え方ではないですよ。昨今の学生起業家だとか、自称 SNS マーケターの輩が、自分に対して批判的な意見を聞く必要はないみたいなことを一びって生き がっって言って言ますすそれは非生産的ですむしろ正直私も自分に対する批判的な意見を素直に受け入れづらいことはあるもののそしてそういった意見中には誹謗中傷はあるものの彼らが言っている誹謗中傷の多くは誹謗中傷ではなく自分に対して正論をしっかりと整合性をもってして述べてくださっている貴重なご意見だと思いますですからそういった また、不都合なものを排除するのではなく、ご自身の精神衛生上不衛生な情報を排除していく。不必要な情報から身を遠ざけていくというのがものすごく重要です。最近は公益性という言葉がもてはやされて、こういうことを話すのは公益性があるからっていうご意見もいっぱいあります。 でではあるもののぶっちゃけた話関係ないいこと結構多いですよね例えば、うさんくさいサプリ系の商材の単品リピート通販 D2C ビジネスについて私もネット物販講師という立場上意見を言わせていただいたことはあるものの一般的に考えると自分自身がそういったものに引っかからないようにできればかつ自分の声が直接届く範囲の愛するご家族やお子さんご両親に に注意喚起がでできれば、基本的には十分なんです。しかしそこに好奇心や興味本位、矢印真根性、並びにマズローの欲求五段階説にある承認欲求が合成、混ぜ混ぜになってしまうと、結果的にどうでもいいことまで重箱の隅をつつくように自分が引っ張ってしまう。 ペガしてめくって晒していかないと気が済まないような状況になり得ます繰り返しになりますが誰を批判している彼を批判しているっていう話ではないですよ私が思うに大切なのは我々一人一人自分たち自身の心や体心身ともに健康で生きることかと存じますのでその点を勘案すると情報が数多ある中で大量の情報にリーチしようと思えばできる中で あえて手を伸ばさないという選択肢が防衛規制上ものすごく大切だと考えます。簡単に言えば私は例えばネット物販の人間なのでネット物販やることに注力しましょう。自分の仕事に注力しましょう。自分がやりたい趣味に注力しましょう。自分の周りの直接の大切な人間関係を温めることに力を使いましょう。気持ちを使いましょう。そういったことだと思います。そしてもう一つ重要なことはどのような立場 の方であれ本来は個人間のメッセージのやり取りというものを他の人に漏らしたり晒したりするのは全くもってよろしくないことですもちろん何かしらの事件があってその事件の重要な資料として警察から提出を求められたなどなど致し方ない理由があれば話は別ですが本当に普通にナチュラルに考えて友達とのやり取り知り合いとのやり取り外に漏らす前提が全くない コミュニケーションについて、後から SNS で晒したりする行為自体がものすごく歪曲している。 歪んでいる感じがしてしまうんですね。というわけで今回はネットビジネスをやられている方、要するに情報社会のど真ん中で生きていこうとしている方、ついつい不要な情報まで手を伸ばしてしまって首を突っ込みたくなることがあると思うんですが、弱敗者の私の考え方とすれば、情報から身を引く。変な情報に首を突っ込まない。 これが大切になってくると思うし、情報もしくはお金を介して、お金と情報が目的でやり取りしている人間関係性って、実は結構 こう薄っぺらい白標を踏むような関係である場合が多い気がするんです実際最近与沢わつばささんが同じ元ネオヒルズ族だった久さつみあさんバッチ詐欺の首謀者と言われている方にいろんなことを晒され始めていますよねそれこそネットビジネス三重視みたいな形で手を組んで一緒に活動をしていた人間から10年後に豚だなんだと言われていろんなことを晒 されるっていう状況になるということは支援や。 と妬み嫉みがあるとは思うんですが元をたどせば一番最初のボタン部分要するに二人が知り合う初めのタイミングから一番最初のボタンからかけ違っていた可能性があると考えています人と人が仲良くなるとき何かしらの利害関係が一致する必要があるものの情報とお金この二つの強大なパワーのみにと 化した関係性は非常に恐ろしい部分があるなと感じた今日この頃です。今回の動画少しでも参考になった方はよろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです。とにもかくにもご自身のビジネスに注力すること、かつ大前提としてそのビジネスが大見商人の格言にもあるように売り手をし買い手をし世間をし三方よしのビジネスであること。そして結局は人と人の関係性ですから相手に対する 経緯や礼説、そういったものっていうのがあってして、初めて健全な人間関係、信頼関係が構築できるわけですから、私は昭和のラスト侍世代と呼ばれる昭和50年代の人間だからこそこのような考えに至るのかもしれないですが、そういった一番泥臭い部分、人間的な部分っていうのが、やっぱり要になってくるんじゃないかなと考えております。最後までご清聴くださり、ありがとうございました。